もありがとうございます、今日は平日の中ですけれども町田鈴木楽器店さんまで、足を運んでいただきまして、本当にありがとうございます。日本コロンビア村木団です。よろしくお願いします。いやこの歌はですね、血圧が上がる歌なんですよね。非常に今も顔だけねすごい熱くてねあれなんですけども、まあ、今年もですね、おかげさまで新曲ということで、出させていただくことができました。まあ、デビュー9年目という年なんですけれども、初めての海の歌と、まあ、海歌という言い方するんですけどね、そういう楽曲をいただきました。さっきちょっとうちのマネージャーがなんか言ってたんですけども、なんかオリコン歌謡曲演歌週間ランキングみたいなのがあるそうでして、まあそれでなんか来週付けかわかんないですけど、今週月曜日付け何かで6位ということだったそうで、本当に皆さん方のおかげです。どうもありがとうございます。本当にね、まだ発売したのが24日ですからね、1週間ちょっとぐらいですけれども、まあ、いろんな方に買っていただいたり聞いていただいているということで、非常にこの作品もですね、喜んでると思います。まあ、出たばっかりという話しましたからね、これからいろんなところでお邪魔して、この暴れ船というのを歌っていきたいと思いますので、皆さん方もカラオケで歌ったりだとかね、お友達に紹介したりとか、していただければいいかなというふうに思います。やっぱりこうね、パシャパシャ撮っていらっしゃる方、ね、本当いつも言いますけどね、動物園のゴリラみたいなね気持ちになるというかね、檻がないだけでね、ここにね柵があったら本当ね危険人物みたいなねあれですけど、まあこうやって、近い距離で皆さん方の近い距離で、キャンペーンをやらせていただくというのは非常に、まあ、歌い手にとって嬉しいことでしてね、まあそれこそ2、3年ぐらい前ですか、コロナの時なんかね、なかなか歌えない時期ありましたから、改めてですね、こう皆さん方の近くで、こうやって顔を見てね、歌えるというのは非常にいいなというふうに思ってます。まあ今やっぱりね、まだこういう時期ですからマスクされてる方もいらっしゃいますけどもね、写真撮る時なんかはね、一緒に撮る時は外してもらって結構ですからね、終わった後写真撮りますけれども、ね、なんか化粧してないかなって言うんですけど、大丈夫、そんな変わんないんでね外したってね、つけてたってそんな変わらないですから、お気にせず、外していただければというふうに思います。まあ、30分ぐらいの お時間ですけども、何曲か歌わせていただきたいと思います。まあ、ゆっくり座って、聴いていただきたいと思います。では、前作になりますけども、お前に会いたいという歌ですね、いきたいと思います。よろしくお願いします。友情の星という楽曲ですけども、まあ本当去年の年末あたりからですかね、歌い手の先輩方結構こう上の方に行かれた先輩方いるんですけどもね、まあそういった、まあ人間というのはおぎゃって生まれたらいずれ死ぬんですけれども、まあそれが長いか短いかっていうだけの差なんですが、やっぱりね、知ってる方だと余計にね、残念というか、まあ、悲しい気持ちになるんですけどもね、まあ、その友情の星という楽曲は、まあ、仲の良かった友人に対して、まあ、お前は言ってしまったけれども、ね、少しぐらいちょっと俺が飲んでる酒を飲んでる時にそのグラスに降りてきてくんないかというような、まあ、詩の楽曲になってます。では友情の星聴いてください。暑いなこれ、暖房ってね、なんかこう上ばっかりあったかくいくんですよね。だから本当僕もね、自分の部屋にいるとき暖房つけたりするんですけどね、どうもね、扇風機回したりなんだりして循環させてるんですけどね、頭だけ熱くなってくるのね、これ。よいしょ、ちょっと降りようか。まあ、どうも村木なんですまあ、こうやってね、ステージを、ね、作っていただいて、高いとこからいつも歌わせてもらってるわけですけどね、なんでしょうね、なんだ、降りてきた途端になんかパシャパシャするんですよ、どうした、まあ最初、まあ、9年目という話しましたけどもね、まあ、本当、僕なんか、まあ他の歌い手さんもそうですけどね、いろんなとこを回らせてもらって、いろんな人に出会うことができて、で、
毎年その新曲を出させてもらうと出して、もらうことができているというのは非常に幸せだなと思いましてね。まあ本当あのファンの皆さん、聞いてくれる皆さんのおかげでもあるし、うちのね日本コロンビアというその会社のスタッフの方もなんとか毎年新しい歌をというふうにね言ってくれるんで、まあ、非常に恵まれてるなというふうに思います。でまあ僕なんかあの歌い手になる前は建設の仕事してたわけですけどもね、道路会社の現場監督とか、まあ、飛びなんかもやってたんですけども、まあその会社を辞めようかなという時に次の会社というかね、次のとこで働く人と出会うことができるというね。だから道路会社辞めるときはもうすでにね、その飛びの会社の人と話をして、辞めたらすぐそこの会社に行くっていう話をしてたんですね。で、飛びの会社辞めるとき、辞めるときっていうかね、もう辞めるって決めたときなんかは、もう船村先生のところに行くというふうに決めてたわけで。で、先生のところからデビューするとなったときに、船木和夫さんという大先輩がですね、名前一文字くれて、で、プロデュースもしていただいて、で、なんかそういうふうにこう人に恵まれてるなというふうに僕は思うんですね、自分のことで、こうやって、今日鈴木勝さんで歌わせていただいて、だいたい1人5枚ぐらい買ってってくれるんですよ。この、聞きに来れる、聞きに来てくれるお客さんって、ね、非常に嬉しいなと思いましてね。そうするとこう2、4、まあ、50何枚ぐらいは確実に出るわけですね、ここは。でも本当町田に行くっていう時はもう喜んでね、もう昨日の日なんか、昨日の夜かな、もう眠らなくてね、本当ね、ウキウキして嬉しくて、まあそれは冗談ですけどね、1枚だろうが2枚だろうが本当に ありがたいことでね、まあ、僕普段からあまり CD 買ってくださいって言わないんですけども、いいと思ったら買ってくださいっていうふうには言うんですけどもね、なんかね、毎回毎回ね買ってくださいなんて言うとね、なんかどっか八百屋みたいでね、ねあんまり安売りしたくないっていうか、その作品をね、いいと思ったら手に取っていただければというような言い方しますけど、さあ、次の曲ですけども、まあ、さっき出ました船木和夫さんと、大先輩ですけどね、本当にデビューの時から、気にしていただいて、僕の方からなかなか電話っていうのはできないんですけどね、電話しなかったらしないで、マネージャーさんからお付き合いの人からかかってきて、本人に変わりますっつって船木さんに変わって、で第一声がね、おいお前生きてんのかよとか言われましてね、あんな低い声で言われると怖いんですよね、僕はね、縮こまっちゃって、すみませんなんつってね、そこにいないのに電話しながら礼をするというね、はい、ありがとうございます、はいってね、結構日本人の方多いですよね、あれ不思議ですよね、あ、わかりました、よろしくお願いしますっていう、こうね、ああいうふうになっちゃうんですよ、僕、部屋にいてもね。でも、優しい先輩でね、まず本当、喉気をつけてと、体、酒飲んでもいいけども、喉しっかり、歌えるようにね、いつでも歌えるように、準備だけしとけよというふうにね、必ず歌い手としてのその先輩としてのアドバイスっていうのを必ずくれるんですけど、まあ、その、先輩の歌をカバーをしたのが今回夕暮れというやつなんですけどね、いろんな、なんでしょうね、ドラマとか映画でもそうだけどカバーをするという方いらっしゃるんですけど、まあ、僕なんかは船村先生のところにいた時から鬼平犯科帳というね、もう大名作というかね、池波正太郎という先生の作品ですけれども、まあ、その時長谷川吉右衛門さんというのかな、名前歌舞伎の方よく変わるから分かんないんだけど、コロコロね、中村吉右衛門さんという名優の人がねやってたんですけど、今なんかちょっと違う方やってて、おいっ子さんなのかな、ちょっとよく分かんないけども、なんかリメイクをしてるみたいですけども、ああいうのは変えないでほしいんですね、うん、あれはあれで残しといて新しいのを作ってくれりゃいいんですけど、でも歌はね別なんでね、カバーしたいときはカバーしろということでね、いいというふうに言われてるんで、まあ船木さんに今回お願いして、うん、いいよ船村先生の楽曲だしと歌ってくれって言ってくれましてね、で吹き込んだ音を船木さんに持ってって聞いてもらったんですけどね、うん聞いたよっつって、もう答えはそれだけですから、その以降の言葉はなかったんですけどね、いいとも悪いとも言われなかった、その夕暮れ、じゃあ行きたいと思います、どうぞ。フルで歌わせていただきたいと思います。じゃあもう最後もう一回上がらせてもらいますので、では聴いてください、暴れ船どうぞ。波が噛みつく牙を抜く、どうと逆まく男の量は
ね、本当お越しくださいましてありがとうございました。まあ寒い日続きますんで、お体気をつけてまた会いましょう。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。鈴木楽器チャンネルをご覧の皆様、日本コロンビアの村木団です。今年1月の24日、新曲暴れ船、発売となりました。デビュー9年目ということなんですけれども、初めての海の歌ということで、素晴らしい作品をいただきました。これから村木団の代表曲となるように、いろんなところで、皆さん方のこれお邪魔して、この作品暴れ船を歌っていきたいと思っております。カラオケですかね、歌われる際のポイントということですけれども、小さくまとめて歌わないと、ちっちゃくまとまった感じで、歌うんではなくて、大きく歌ってほしいというふうに思います。多少ちょっとね、音がずれようが、歌詞ちょっと間違ったっていうのは別に、そういうのは気にせず、大きく歌っていただきたいなと思います。それでは、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。